皆さんこんにちは。今年の6月まで香川県県民ホールの館長を務めていました米田です。今はだいたい3年後にできる岡山の新しい劇場の立ち上げ業務をやっています。今この時代でとっても苦しい気がしますけど、またみんなと舞台で歌ったり踊ったりできる日が来ると思います。その日まで頑張りましょう。いつの間にか3分読んでたこのカウントダウンコンサートを聞いてくれて何がいいのか。まだレミゼの映画が流行っていて、あ、これはいいと思ったが、11月27日に帝国劇場の演説も千秋楽を迎えました。もうもはや誰も演説の話題について触れなくなってしまった。僕が前にいた会社、劇団フォーシーズンのメンバーです。そこで頑張って歌っていた。じゃあ、この演説、いつ歌うの？今でした。